1年間入院を一緒に付き添いでしたんですけど、その時にいろいろ分かったことがありまして、例えばビールは我慢できるけどコーヒーは我慢できないとか、ヤンキー生活あとずっとギターは弾けなかったんですけど、退院した後ギター上手くなったねって言われて、実際にその練習をするっていうのじゃないのかもって思いました、はい、でその入院中にさっきの後藤大泉さんにとってもお世話になって、例えばもう演奏とかできないんじゃないかっていう閉じ込められた気持ちの時にライブを組んでくださって、なんとかなるって言ってくれたりして、そんなことは何でもないよくあることでもお世話になりました。で次にやる曲は、その入院している時にその後藤さんが決めてくれたライブの時に初めて歌った、その入院期間中に作った曲をやります。それは子供の友達を思い浮かべてよく歌ったりしています。なんかこう見られるってな、本当に奇跡みたいにありがたいなって思います。さっきから感無量です、みませんしよう。君のために開くと
だけは